真島優太な。お前西谷のなんや。さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会ったばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか？古いもなんも、あいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや？万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないな奴の窓口なんかしとるんや。何や。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底？